皆さん、Good morning! ミッキーアイビンド、中長びら。ミッキーのミラクルハッピーデイ、始まります。先ほどまでちょっと、ボイスの生徒さんがいまして、レッスンしてきました。はい。先週はですね、私が、森山良子さんの、ね、トキビ畑と、それから私のオリジナル曲、ちむどんどんをね、歌わせていただきました。大変好評でありがたいことでございます。はい。今日はですね、私のボイスの生徒で、はい。今、アシスタントをしております。アシスタントですけどね。しております。レイカさん。ピチピチの高校生でございます。はい。レイカさんに今日は歌ってもらおうかなと思うんですけども、曲、はつなげてます？あ、まだです。今日つなげていいですか？すいません。つなげる間に私がちょっとボイストレーニングのね、お話をね、させていただこうかなと思います。先ほどちょっとですね、シニアの方と言いますか、まあ、見かけは30代の方なんですけどもね、はい、ボイストレーニングをしましたけれどもね、とてもチャーミングで、またスタイルもナイスバディの方がなんですけどもね、ちょっとお名前は言えないんですけど Y さんとお呼びしましょうかね、 Y さんがいらっしゃってですね、ボイストレーニングさせていただきましたね。すごく、ね、やっぱり歌い慣れてて、カラオケが日頃好きでカラオケとオカリナをなさってるということなんですけどもね、本当に、なんて言いますかね、伸びやかなお声をなさっていまして、ね、期待外があるなと。もう本当に福祉センターでもね、今教えて、おります宜野湾市の、ね、福祉センター、ね、今赤部が経営してますかね、あのね福祉センターですね、赤道の方なんですね。で実はもう昨日茶壇の方も決まりました。茶壇老人福祉センターのですね、女性の集まりがありまして、その女性の、会でですね、またボイストレーニングをさせていただくことになりました。それはまた折を見て皆さんにね、お話ししていきたいなと思います。それではもう準備できました？はい、はい、それではレイカさん何歌います？今日は愛のストーリー。愛のストーリーです。愛のストーリーで、あの愛のじゃないですよボーカリスト愛の愛さんですね。愛さんのストーリーで、何なのでベイマックスだった、デイマックスじゃん、ベイマックスベイマックスというね、ロボットのね、うん、出てくる近未来のこの少年がね、少年とそのロボットのね、うん、ベイマックスとの何て言うのかな、愛の形、おかしいな愛情の物語だな、うん、ね、うん、お兄さんが亡くなってからね、うん、まあ、お兄さんがプログラムしたロボットって感じね、それの主題歌です、はい、それでは歌っていただきましょう。愛のストーリー、まあ、スマホで一生懸命 OK？ うん、限られた時の中でどれだけのことができるのだろう。言葉にならないほどの思いをどれだけあなたに伝えられるだろう。ずっと閉じ込めてた胸の痛みを消してくれた。今私が笑えるのは一緒に泣いてくれた君がいたから。一人じゃないから、
君が私を守るから強くなれる。もう何も怖くないよ。時がなだめてく。痛みと共に流れてく日の光が優しく照らしてくれる。説明する言葉も無理して笑うこともしなくていいから、何かあるんならいつでも頼ってほしい。疲れた時は肩を貸すから、どんなに強がってもため息くらいする時もある。孤独じゃ思い扉も共に立ち上がればまた動き始める。一人じゃないから、私が君を守るから、あなたの笑う顔が見たいと思うから、時がなだめてく。痛みと共に流れてく日の光が優しく照らしてくれる。時に人は傷つき傷つけながら染まる色はそれぞれ違うけど、自分だけのストーリー作りながら生きてくのだから、ずっとずっと諦めないで。一人じゃないから、私が君を守るから、あなたの笑う顔が見たいと思うから、時がなだめてく。痛みと共に流れてく日の光が優しく照らしてくれる。緊張した？緊張した。なんかちょっと出なかったか。でもね、コーンの高いところ出てたよ。出た。うん、よかったね。すごい。っていうことです。もうなんかね、ラジオの向こうでもね、拍手が聞こえますよ。イエーイ、うん、とても良かったよ。やっぱういういしですね。もうなんかね、レイカさんの歌声聞くと心が洗われるような、ね、愛さんの、ね、歌い方も好きなんだけど、うん、レイカさんの歌い方もね、切ないってね、エッジボイスみたいな、エッチなボイスじゃないですよ、okay. エッジボイス、エッジボイス、あ、まあいいや。そのことに関してはね、いろんな、ね、歌い方はね、ホーミーとかね、うん、ホーミー、ホーミーって言ったらね、沖縄のおじさんたちが変な笑い方するんですけど、なんでですかね。で、とぼけちゃった。方言で、方言でなんかあんまりいい意味じゃないみたいなんでね。違うんですよ。モンゴルの歌い方ですよ。勘違いしないでね。もうまあいいんですけど。またね、レイカさんにはちょくちょく歌ってもらおうかなと思います。レッスンの違いがあるというもんですよ。皆さん、はい、じゃあ次もお楽しみにしてくださいね。来週またね、私がまたリンゴの木と少年の、あの絵本をね、レイカさんにこうめくって、うん、先週先生大変だったんで一人だよね。
そうですよね。ねえとか言ってどうにも一人でパサンパサンパサン。もうここら辺全部絵本になってます。うん、なので次回はね、レイカさんにこうやって綺麗にね、うん、丁寧にめくっていただこうかなと思います。はい。はい、まあ生の演奏というのは皆さん最近ほらライブね、なんだってフェスだった？外でやるやつ、うん、フェスっていうのよね、うん。フェスティバルのことフェスっていうの？あ、なんだったかな、フェスと、うん、あ、フェイスと違う、うん、なんか違いがあった気がする、はいはい、ねえ、でもフェスって言うからみんなね、うん、外でやるのをね、あ、外でやるのをフェスって言うんだって、うん、ただ単純にね何かの略だとは思うんだけどね、うんうん、最近はね略語が流行ってるからね、うん、まあでもうーん、私は好きだけどね結構はい、それでですね、生演奏というのは、レコーディングと違ってね、やり直しが効かない、うん、ね、私レコーディング実は何回もやってるんですよ、うん、CD 出してますよ一応完売したので、またね新たに吹き込みをして、うん、あのね、レコーディングしてまた発売しようかなとは思ってるんですけど、今のところね、ボイストレーナーの仕事が忙しいのであと作詞作曲の勉強、うん、ね、作詞曲はできるんですけど、音符も読めるし楽譜も書けるんですが、うん、DTM だ、 ATM じゃない、 ATM は銀行DTM といってね、パソコンのミュージックです、パソコンで作る音楽なんですけど、これを今某先生に習い出しております。遠いけどね、うん、でも素晴らしい方にね、最近巡り合いまして、ありがたいことに、あとでレイカさんにもね教えていこうかなと思って、今レイカさんはまたスマホのこととか詳しいので、今逆にレイカ先生になっておりますスマホははい、ということで生演奏はですね、だからなんていうんですか、ミスがね露骨に出てくるのでね、うん、私ラグナでピアノ弾くときもうドキドキですよ、うん、歌はね上がらんのに、うん、ピアノはもう、うん、歌は上がらない、歌全然上がらない、ピアノ弾くときになんていうのかね、ピアニストには劣るんじゃないかという、うん、コンプレックスがあるわけよ、うん、ね、小さいときの先生が悪かった、うん、可愛いの先生だったんだけど、ちょっとミスし5名一斉に弾くんだよ、しかも生ピアノだよ、アップライトの 5台並んでるわけ、一斉に弾いて私が間違ってるかわからないのに叩かれるわけ、本当にトラウマがあってね、うん、もうそれからというもの、間違ったらドキッとする、間違ったらドキッ、うん、でもプロの方でもミスタッチあるわけよ、うん、私よく聞くんだけど耳いいからでテレビでもそうさ、うん、あれよく審査するじゃない、うん、テレビで何のバトルって、うん、ピアノバトルってあって、あれも全部ほらミスタッチがいくつとかね、うん、だけど結構プロでもう一流の人がね、小学生に負けたんですよ、いつだったかな、半年ぐらい前のテレビでやってたけど、小学生に負けた、だけど演奏はやっぱり素晴らしいわけよ、うん、プロだから、だからミスも一つのね味わいと捉えれば、うん、まあ、機械はね最近ね、機械のねカラオケの採点気にする人いるけどね、ナンセンスですよはっきり言うけど、マイクの入り方ね、こう話したらほら聞こえない、近づけたら聞こえるでしょ、うん、このマイクの距離もあるし、またあれはもうどうしても楽譜に忠実なので、うん、アドリブテーションというものは認められませんので、うんうん、だから、まあ、ロボットですから人間じゃないから、うん、だからあれはほどほどにしてくださいね、まあまあ、70点以上取れたらいいなぐらいに思ってください、うん、レイカもめっちゃ気にするんですよ点数、あれダメダメだな、友達と同じぐらいで、チミはそう、チミは機械化文明に飲まれているな、はい、なんかあれみたいだな、ほらなんだ、近未来のほらなんだった、この機械に占領された世の中、なんだっけあれ、なんとかって忘れたロボットがほら支配するという、うん、あれだよ機械は機械ですよ、人間が作ったんですよ皆さん、しかもあれは平均を取ってるので、うん、まあね、まあ半分信じて半分はね、やっぱり生の私のような先生に習ってください、うん、ね人間生身ですからね、うんうん、皆さんだからそこのところをね、ゲームでも何でも、だから勝手に人殺したりする、ゲームの中で人殺してね、うん、でこれ殺したら生き返ると思ったとか
マジで言う、マジで言う人がいるさ、犯罪者の中に。ああいう人が出てくるわけです。ね。それからインターネットサイトでの恋愛。最近あるさ、楽天オーネットとか。やってみようかなと思うんですけどやってみないですなぜかというと怖い、とっても怖い、うん、その前にねちょっとねあのフェイスブックでデカさんに言ったよね、外人がね、あのどの子のってずっとねメールが入ってきて、でそれでも、真面目なので私翻訳してしたらあなたと結婚したいみたいな感じでえっと思って、あんま結婚はしたくないけど、うん、会ってみようかなっていう感じになって、そしたら沖縄に来ました、うん、ね、あなたの情報全部教えてください、怖いさ、え何と思ってなんで別に、ね、待ち合わせ場所さえあの合わせておけばねいいことでしょ、うん、まあ、結局嘘だったわけなんですけど、まあ、そういう痛い目にあったので、痛い目なのかな騙されはしなかったんですけど、うん、まあ、そういう思いをしたので、ちょっとそういうインターネットでの出会いっていうのは、うん、でもですね、もう正直言いましょう、うちの息子ネットで知り合ってますね、うん、しかも何かの対戦、あ、何だったかな、対戦してバトルして、うんうんうん、その相手と結婚しました。はすごい、東京来ましたでその子がめっちゃいい子なんですよ。私はね、またね、計画殺人かなと思って。ね、ほら、よくあるじゃない、あの保険金の。あれかなと思って。心配してたら、とんでもない、いい子でした。すごい。もう、おじがいたので、おじに会ってもらって、直接。すごいいい子で。あの、今、メールのやり取りしてるんですけど、まあ、本人には内緒でっていうことなんですけど、もう本人は私に反抗して、うん、もう、突っぱねて、何にも言わないで出てったので、うん、もう、すごい私は、はぁって、がっかりっていう感じ。もう本当にもう親不孝者って言いたいんですけどね。まあでもね、一人立ちしてね、苦労して、今苦労してるみたいだから、うん、東京ですぐ雇ってもらうわけじゃないさね、やっぱりね、うん、下積みしないとね雇ってくれないので、あっちもね正社員は、だから今下積みをしてるそうです、情報によると。うん、まあ、生きてるということなのでまあね、元気で過ごしていれば。でその彼女というか奥さんがね、うん、あのお母さんの歌聞きたいって言って、うん、前回もサトウキビ畑聞いてくれたみたいで、うん、今度はあのこの私の息子ね、息子が大好きな曲があるんですよ、リンゴの木と少年、うんうん、あれ褒めてくれたんだよ、だからあれをだ、ね、流そうかなと思った、うんうん、たんですけど、今日はレイカさんの美しい声に聞き惚れて今日はやめます来週また歌いたいなと思いますけどね。質問ですかね、はい、あ、コメント来てる、うん、作曲する人はこの曲は都庁長じゃないか、ないとダメなんだってこだわりがあったりしますけど、そういうものですか。私にはキーを変えることにこだわりがないのでわからないですけど、あれじゃない、音域が左右してるんじゃないですか、うん、例えばね、あなたのキーが F だとします、 F ね、 F コードね、うん、F メジャーね、まあキーに合わせて、うん、また G の人もいるし、要はあの調がね、あの合ってるか合ってないかを、うん、この作曲家の方はあなたの声に合わせて作りたいんじゃないですか、うん、違いますかね。私はあのそのようにして自分で作ってるんですけど、人の曲もね、うん、その人のキーに合わせて作るようにしています。だからじゃないとダメってことは絶対にありません。音楽というのは答えのないものが音楽であります。ミステリアスなのが音楽であります、ね、あの数学のようなね、うん、答えがはっきりしてるとかいうの、あの社会と歴史の先生と気が合うんですよ、うん、歴史ってほら発掘されたらまた変わったりするでしょ、うん、あのね、あってね、うん、その人の著書が見つかったら、あ、事実はこうだったんだって、うん、それと一緒です。医学とも一緒です、うん、お医者さんも多いんですよ、だから音楽やる人、へ、うん、答えないずっとずっとやっていかない。ですからあなたが思ってる疑問は正解、うんうん、でもあの先生が言うこともわかる。要はね、だからあなた あの気に合わせて、こう作曲した方がいいんじゃないかってことだね、うん、ね、だと思うんですけども、答えになってましたか、お返事くださいはい、ということですよ、それから、うん、そうですね、作曲に関してなんですけども、うん、ちょっと前までは作曲者、アレンジャー、うん、作詞家で歌唱権歌う人ね、うん、全部違ってたんですけど、うん、今もね、モンゴル800とか
リゴイチとか、リゴイチはどうかな、うん、そうリゴイチもそうだよね。あと出れて、沖縄の有名な甘いよー、かりゆし、かりゆしなんかは全部自分たちでやってるとは聞きましたね、うんうん、プロデュースも自分たちでやってるそうですよ、うん、そう、まあいい点と悪い点言いましょうね、そういうね、あの音楽プロデューサーがつかないで良かった点、良かった点、私もそうなんだけど良かった点、プロデューサーつけるとね、あの可愛く歌ってとか、私最初あの可愛く歌ってるんですよ、とってもあの本当にあの修練のうーちょっとやりすぎたけど、うん、可愛く歌ってって言われたんですよ、ね、だから自分の本当の歌い方じゃない歌い方でね、うん、プロデューサーが好みの歌い方に、うん、まあ、でもその時は音楽の知識がね、あのまあ音楽家ではあったけれども、あの作曲に関しては疎かったので、もうお任せしてたので、その作曲家の方に、うん、あの文句言えなかったので、まあ、出来上がったし、で聞いたら先生じゃないよねってみんなに言われたんですよ先生こん一応いや声は若いよとか、うん、だけどこれはちょっとあれじゃない、先生のこのなんていうのかな、味のある歌い方じゃないよねって言われたことがあります、うん、ですから必ずしもプロの言うことがね絶対的ではありませんね。絵もそうでしょ、ね、ゴッホが教えてるゴッホ風の絵、うん、ね、うん、あのシャガールがね描いたらシャガールのね教え方とかいろいろあるわけです。モネだったらモネのね、それと一緒ですよ。ですからあなたが信じるものを信じるべきですね。そういうことなんですよ。何、ハイサイ、クラシック曲などは 調整を変えると相当に受ける印象が変わることもありますよ。最近はね、あのダンスミュージックとコラボするバッハの曲とか、うんうん、ベートーベンの運命のジャ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 ンジャンジャンジャ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 ンというのがあるんですよもう今はね、もう日常的にね、あの、まあ、アレンジの中に、うん、あのクラシック、クラシックが入るとホッとするからだと思います、うん、あの聞いたことはあるけどね、うんうん、そんな感じかな。うん、あ、さっき質問した、はい、あ、はいはいはい、なんて、なんか答えがない、なるほどですありがとうございます拙い私のね、あの音楽理論をあの受けてくださって感謝。あ、 CM、 ここで CM に入りたいと思います。はい、はい、引き続きミッキーのミラクルハッピーデイお届けしていきたいなと思います。るいこさん、さっきね、愛のストーリーを歌って、うん、どんなだった、どんなだった、うん、もう本当に正直に答えると、はい、あの高いところの声が出るか、うん、心配だったじゃん、うん、しか考えてなかったです私に伝わってたよでもすんなり出てたからね、私びっくりした。あ、本番に強いやつだなこいつと本番に強いってね、すごい得だよ、うん、昨日見た、あの何だった、桃太郎での金太郎だ金太郎がダンスコンテスト出てるの見た？あ、見た見た見た、あの優勝してる、そう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 、すごくなかった、うん、で、ほあら、その予選より本戦がすごくうまくいってたじゃん、うん、あれってね、どんな神経してるんだろうって、うん、ね、しかも5曲続けてたから、うん、体力も、そう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 、あれでも歌も一緒だよ、1曲歌うでしょ、うん、本当に一生懸命歌ったら 100m 全力疾走したのと同じなんだよ昨日ね、あの金太郎ちゃんもそう言ってたけどもね、うん、一緒なの。だからね、あのなんていうのかな、立て続けに何曲も歌えるっていう人は全力で歌ってないってこと、うん、腹筋も使ってないってこと、はっきり言いますが、今日もね
レッスンした方がそうおっしゃってましたけど、うん、あなたは全力で歌ってないですよって言いましたマイクの、ね、力を借りてる方が多いね、ね、変にボリューム上げたりね、するとねハウリングするんだよ、うん、とかね、あのこの飲む唾の音とか、あ、1分前でごめんなさいお話しすぎました、今高い声が出ないんですけどどうしたらいいですかっていう、あの高い声低い声音程を良くするにはっていう質問にお答えしましょうね。あの楽器ね、何でもいいです、リコーダーでもいいですよ、うんうん、オカリナでもいいですし、うん、あのまあ、鍵盤とは限りません、ギターでもいいです。あ、ギターはちょっとあの弦ね、弦調整しないといけないからかもしれないけど、音程がはっきりしたものでね、あの少しメロディーをね、奏でてから歌われるといいかなと思います。はい、それでは1分前ということで、はい、20秒前だそうですのでね、来週も土曜日、ミッキーのミラクルハッピーデイ、ゆたしくうにげーさびらー。